はい、皆さんこんにちは、アンチです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、マジで太るヤバい習慣25選ということでですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあ、一気にですね、ヤバい習慣25個をお伝えしてもですね、なかなか覚えきれないんで、今回はね、太る朝の習慣ということでですね、5つお届けしたいと思います。まあ、この冬ですね、痩せたい方はですね、今からお伝えするんで、ぜひチェックしてほしいと思います。まずは1つ目、朝起きる時間がバラバラ。こういった方はですね、太る習慣になりやすいので気をつけてほしいと思います。はい、次ですね、2つ目、日光を浴びないですね。僕の動画でもですね、よく出てくるこの日光を浴びないシリーズですけども、これもね、太る習慣になりますんで気をつけてほしいと思います。はい、次ですね、3つ目、朝一水を飲まないですね。まあ、これもですね、僕の動画でもですね、結構出てくる内容なんですけども、これも要注意です。はい、次ですね、4つ目、菓子パンを食べている。朝からですね、菓子パンなどですね、食べてはですね、朝の吸収するときにですね、そういったものを食べるとですね、太ってしまいますので要注意です。はい、次ですね、ラスト5つ目なんですけども、加工肉ですね、ベーコンとかですね、ウインナーを食べているっていう方なんですけども、こういったね、朝の習慣をしているとですね、やっぱり太りやすくなってしまいますから、できるだけですね、控えていってほしいと思うんですね。まあ、いきなりね、ゼロにするのは難しいものもあるかもしれないんですけども、朝起きる時間バラバラとか、日光を浴びるとかですね、あとですね、水を飲むとかはですね、こう続けれるものだと思いますんで、ぜひですね、こういったですね、できる習慣からね、続けていってほしいと思います。ちょっとですね、太る朝の習慣の補足をしていきたいと思うんですけども、寝すぎるっていうのもですね、この太る習慣になってみたいなんですけども、睡眠時間がですね、少ないと体重が増えるというのはね、聞いたことあるかもしれないんですけども、これはですね、食欲を増進させるホルモンのコルチゾールがですね、体内に増えるためなんですね。でもですね、この実は反対のですね、寝すぎることも良くないことが分かったみたいなんですね。7時間から9時間寝るよりも10時間寝る方がですね、この BMI 指数をですね、上げる危険性があるということが分かったみたいなんですね。ちょうどいいのはですね、睡眠は7時間から9時間以内、長くても9時間以内ですね、それぐらいの収めるようにしてもらえたらですね、寝すぎにはならないと思いますんで、気をつけてほしいと思います。で、もう一つですね、暗い中で準備するっていう方もですね、これ太りやすいっていうね、統計で出るんですけども、起きてからですね、カーテンやブライドをですね、閉じたままにしているとですね、先ほどもお伝えしたその日光がですね、浴びれない状態なんですね。で、太陽の光はですね、体重を減らすような効果もね、あるんで無駄にしているかもしれませんということなんですね。朝早い時間のですね、太陽を多く浴びた人はですね、食べた量にもかかわらず、浴びなかった人に比べて明らかに BMI の値が低かったらしいですね。で、研究によるとですね、20分から30分太陽を浴びるだけで BMI の値にですね、影響を与えたということなんですね。で、さらにですね、曇っている時でもですね、同じ効果があったっていうことなんで、早朝のですね、光がですね、代謝のスイッチを含めた体内時計を調整しているんじゃないかという研究結果が出てるみたいなんですけども、やっぱりですね、太陽の光を浴びるっていうのは非常に重要なんですね。これをしなかったらですね、やっぱ太りやすくなりますから、簡単にできるんでですね、明日から朝ですね、太陽の光を浴びるように心がけてみてほしいと思います。まあ、たくさん伝えたい補足もあるんですけども、また別の機会に、ね、お伝えできたらと思いますので、また楽しみにしておいてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンチです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは血液循環にあります。血液循環が良くなれば、病気や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はコロタン酸生体スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生体スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。また使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。